ミヤマ樹形、キジモクキジカ樹形属に分類される鳥類。別名ハイバラ樹形。インド、ミャンマー西部インド、中華人民共和国、ブータン全長蝶雄65から70センチメートル、メス58センチメートル。翼蝶雄26から26.5センチメートル、メス23から24.5センチメートル。体重雄1.9キログラム、メス1から1.5キログラム。 卵は、長径5 9トル、短径4 4トル。オスは、頭部や頸部は、胸部は赤い羽毛で覆われ、頭頂や時効を覆う羽毛は黒い。背は、褐色の羽毛で覆われ、赤褐色や白の反紋が点在する。腹部は、灰色の羽毛で覆われ、白い反紋が生える。目の周辺や方に羽毛がなく黄色や単行色の皮膚が露出する。 喉に外縁が青の黄色い肉垂れがある。メスは全身が暗褐色の羽毛で覆われ、アルファベットの V 字上の白い斑紋が点在する。標高1800から3600メートルにある、下倍に草や鈴竹が密生した、常緑紅用樹林に生息する。植生は雑食で、植物の葉、根、花、果実、種子、昆虫、蜘などを食べる。 繁殖形態は卵生。4から5月に地表から1.8から6メートルにある木の枝やコブの上に木の枝や草などを組み合わせた巣を作り、1回に2から4個の卵を産む。放卵期間は28日。ありがとうございます。